月に始まった企画、俺たちのアイドルを探そうプロジェクト、ついに本格始動。二次試験を突破した候補生たちは現在デビューメンバーになるための選抜期間中。今回はアイドルを目指して日々練習する候補生たちの様子を覗いていきます。苦戦してる？そうなんですいや、まだまだですねそれぞれのチームに与えられた課題曲への振り付けやフォーメーションの考案、ダンス練習、歌唱練習を行い、プロデューサー松兄にその日までの出来栄えを発表します。7月には計4回のライブ審査として松兄のライブハウスバッドニーランドにて行われるライブにオープニングアクトとして出演。そんな候補生たちにチームごとにインタビューしていきます。墓番、お疲れ様です。墓番です。ソルジャーチームどうですか？今は何の振り付けしてるんですか？最後の最後のアウトロ。おー、結構長くやってるけど苦戦してる？そうなんです結構長くて。そうなんだ。ダンスをしっかりやってきたメンバーっていうのはいないので、うん、レパートリーもね、あんまないんだ。どの辺を意識して今振り付けしてます？そうですね、ずっと歌とかメロディーとかで合わせて、なのでバンドのリズムを意識して振り付け今考えてます。いいですね。ここ見どころだみたいな振り付けちょっと1個見せてもらってもいいですか？見どころ？え？こんな感じでなんかお客さんもこれで盛り上がってくれるかなみたいな、足でもリズム取って、うんうん、応援に来てくれたらこれが見れるということで、はい、一緒にやってください、はい、じゃあ引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。ソルジャーチームでした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、アーセナルチームです。どうですか進捗は？結構いい感じ。おできてきた、はい、お何が難しかった？結構こう振り付けで体力を全力で使うので、うん、もう息を歌いながらこう息が持たせてなるほど、はい、結構激しい振り付けしてるんだ、はい、なるほど。結構奇抜な振り付けが多くて楽しんでもらえるの思います。なるほど、飽きさせないステージに、はい、この振り付けお気に入りみたいなやつあります？言っていいですか？はい、スクワット。スクワット普通に何回もなんでその振り付け入れてみたの？曲中の運動量を増やすために自分たちに負荷をかけていく。そう、それお客さんもスクワットした方がいいのかな？した方がいいっすよね。そうですね、うん、一緒にやってほしいじゃあアーセナルチームのライブは結構体力が必要ですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。アーセナルチームでした。お疲れ様です。カンテラチーム、今日は何を重点的に練習してるんですか？やっぱメリハリが足りていないとこと、やっぱ自分たちはリズムが苦手なので。なるほどね。重点的にしてます。良、うんうん、くなってきた今日で？いや、まだまだですねじゃあちょっと一番難しいなって思ってる振り付けやってみてもらっていい？せーの。おお。でもちょっと待って、ちょっとえ、何レモン？あ、レモン潰してます。あ、なるほどね、メリハリつけるためにレモン潰してんだ今。で、蚊？私は蚊を潰してます拳の部分でメリハリつけるようにしてんだ。なるほど、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。続き、俺たちのアイドルを探そうプロジェクトの候補生によるアイドルチーム、ソルジャー、アーセナル、カンテラがバッドニーラボにオープニングアクトとして出演決定。日程はこちら。ライブの審査の一環なので皆さんもバッドニーラボで応援しましょう。各イベントのチケット予約は概要欄をチェック。動画見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしく。次の動画も絶対見てくれよな。それじゃあバイバイ、ブラックロー。
たい。ポップ。